おはようございます。白隠禅師は道を求めて22歳の頃には四国の松山まで赴いています。松山の小住寺では四十二生経の一節に感動しました。どんな一節かというと、原文は漢文ですが現代語に意訳してみます。仏様が仰せになった仏道を治める者はちょうど木が水にあって川の流れに沿って行くようなものだ。両岸に触れず、人に取られたりせず、化け物に遮られず、渦巻きに巻き込まれてとどまったりせず、また腐ったりしなければ、私はこの木が流れて必ず海に入ることを保証する。それと同じように道を学ぶ者も、欲望のために惑わされず、様々な横島な誘惑に乱されず、悟りを求めて精進して行けば、この人は必ず真の道に入ることを保証するというところです。白隠禅師年譜には次のように書かれています。全文化研究所発行の白隠禅師年譜から、吉澤勝弘先生の現代語訳を引用します。文中にある絵描というのは白隠禅師のお名前です。これまで絵描は欠乗心を持って修行してきたけれども、心中には諸仏無常の明道というものは我らがごとき小智小徳のものの及ぶところではないだろうという疑いがあった。そこでこのような金言に出会って心中の災厄は底を払って耐えたのである。まだその道を成就できていたわけではなかったが、あたかも千里の遠きを旅していた者が初めて郷里に戻った心地がしたのである。それからは全観作心を共とし、仏祖三経を師とし、おるときは気上に置き、出るときには携帯し、他年この領主を話すことがなかったというのであります。その後白隠禅師は兵庫に行きます。途中で友の一人が病気になり、白隠禅師はその友人の荷物も持ってあげました。すると豪胆な者がいて、これをからかい半分に褒めたので、白隠禅師は三つの荷物を担って歩きました。そして願わくはこのわずかな善事によって速やかに検証の疎開が遂げられますようにと心に念じながら杖を立てて一歩一歩長い道中を無地の公案を念呈しながら進んだのでした。その後にこんなことが起きました。こちらも年譜から吉澤先生の現代語訳を引用します。兵庫の津に着くとちょうど出る船があったので皆喜んでこれに乗り山を眺め月を見ながら進んだ。絵描は重い荷物を運んできたためにすぐにぐっすりと寝入った。明け方になってようやく目が覚めた。ふと見れば船は大きな橋の下を通っている。行き来する人は前の10倍にもなっている。おかしいと思って船頭に、まだ港を出てないのか、途中なのかと尋ねると船頭は、こいつ寝ぼけて何を言っているか、ゆうべは途中で大波で大変だったんだ。一緒に出港した船が10艘あったが助かったのはこの船だけだ。お坊さん方はみんなお経を読んで祈り、わしも髷を切って助かるよう竜王に祈ったんだ。こんな急なんだというのに、お前さんだけは船底で大いびきをかいて寝ていたとは。長いこと船頭をしてきたが、こんな肝の太いやつは初めて見たと。そう言われて驚いて周りを見ると、皆は鉢巻きをして顔色は土のようで、右に倒れ左に伏して、規則延々たるありさまである。おまけに至るところに嘔吐があり、手足のつけようがない。絵描は合唱してありがたや諸将の擁護によって私一人だけは昨夜の難を知らなかった。もし熟睡していなかったらどれだけ大変であったことかと祈った。
そこで船を降り宿に入って同友たちのために薬を用意して苦悩を説いた。白隠老師は後になって弟子たちに戒めて言われた。陰徳養蜂である老農はその時に初めてそのことが本当だと分かったと、というのです。美濃の随雲寺の馬王和尚が病気であると聞いて看病しました。馬王和尚の病気が治ったので白隠禅師は郷里に帰ります。これが宝永4年西暦1707年です。この年の12月に宝永の大噴火がありました。富士山が噴火したのです。白隠禅師年譜から引用します。この冬、富士山の内輪から火が噴き出して山の中心部が数日にわたって焼けた。山河は音を立てて揺れ動き、噴煙で火も月も隠れた。そのうちに火の勢いは東の中腹に移ってそこから溶岩が流れ出した。さながら無底の谷火口が現れたようである。そして噴煙が上がって盤上の雲となり、炎がほとばしり百千の雷がひらめいた。砂石が大雨のように降り、大地は振動して壊れんばかりであった。火口の方面にあった村落では、降る砂石のために生き埋めとなった者が幾千人も出た、という大噴火でした。その時に白隠禅師は原の松陰寺にいらっしゃったのです。こちらも年譜から引用します。この時松陰寺のあたりも大地が大揺れし、建物は音を立てて振動した。兄弟子と手伝い方の同僕たちは皆走って一緒に郊外に逃げてうずくまっていた。しかし絵描くだけは一人本堂でごつねんと座禅をした。そして心に誓った。もし自分に検証することができる運勢があるならば、諸将が必ずやこの災害から守ってくれるであろう。もしさもなくば、壊れる家の下敷きになって死のうとままよ、と。そこに生家の族系がやってきて、危険が目の前にあるというのに、お前はなんで悠々とこんなことをしておるのかという。絵描くは我が命は天に預けたから恐れることはないと答えた。族系は再三にわたって説得したが、絵描くは固く誓って立たず、なおも誓願を立てて、この艱難の最中で工夫を試みた。やがて明道が収まった。絵描くは淡然として一つも損傷するところはなかったというのであります。若き日の一途に修行に打ち込んだ白隠禅師でありました。それでは姿勢と呼吸と整えて参ります。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめます。この大地に支えられていることを感じて足に力を入れて、よし立ち上がるぞという気持ちでお尻を5センチないし10センチほどスッと持ち上げていってストンと下ろします。息を吸いながら肩をギューッと持ち上げていって吐くと同時にストンと下ろします。もう一度息を吸いながら肩をギューッと持ち上げていってで吐くと同時にストンと下ろします。最初一息、息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、と吐き出して口を閉じますと、鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。おへその下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、
さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ああ、ありがたいな、嬉しいな、とこの思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちで、その後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。